さて、わしは天狗山飛鉄、お待ち申し上げておった。幅切り、そして地獄の底まで切り伏せる閻魔、わしの傑作。いや、拙者はまだ。先に言っておくが、この国で閻魔を手なずけられたのは、ゾロ殿。拙者優しさではっきり言うが、普通の剣士ならお主は今干からびて倒れているところ。これをもらう。閻魔か。パッパッパ、呆れた男だ。